Hi guys! 今日は私がバリスタとして働いている一日の様子を撮っていきたいと思います。まずお店に着いたら全部のスイッチをオンにしていきます。この後は自分の好きな音楽をかけてテンションを上げていきます。ジャックポッツは私の好きな人です。みんなもぜひ聴いてみてください。サーフ系なんかチルな感じですごいいいです。そしたらこれからコーヒーのマシンをセットしていきます。グラインダーを調節してコーヒーエスプレッソショットを落としていきます。お客さんに出す前にだいたい 2,3 回ぐらいショットを落として、その後テイスティングをしてエスプレッソの味が大丈夫か確かめていきます。私のお店は6時半からオープンなので、バリスタは5時45分に出勤してお店の準備をしていきます。今はちょうどロックダウンになっちゃってて、私だけでオープンは一人でやっています。オーストラリアはカフェがオープンするのがすごく早くて、特に私が住んでるゴールドコーストはみんな朝活する人が多いので、5時半とか6時からほとんどのカフェはもうオープンしてて、お客さんもその時間からすごい来ます。でもその代わりクローズが2時半とか、長くても3時とかには閉まっちゃうので、日本にいた時みたいにお茶しようって言って行くところがないからたまに困ったりします。この後は最後のショットを落として自分でエスプレッソを実際飲んでみて味が大丈夫か確かめていきます。コーヒーのセッティングが全部終わったら次はティル、お金を数えていきます。その後はキャビネットにクロワッサンやケーキ、サンドイッチなどを作って並べていきます。オープンと同時に1人目のお客さん来ました。こっちの人は本当アーモンドミルク飲む人がすごい多いなって思う。今はロックダウンだから、どこのカフェもテイクアウェイしか行ってないけど、私のカフェは基本ダイイン、店内で食べていく人が多いかな。あ、この間ちっちゃい子がホットチョコレート頼んで、それで私がクマのラテアートして渡してあげたらすごい喜んでて、こっちまで嬉しくなった。だからテイクアウェイだとラテアートしても中身なかなか開ける人いないから見てもらえないから、だから代わりに結構そのリットの上にメッセージ書いてお客さんに渡すこと多いかな。なんか少しでもメッセージとか絵とかでもなんか書いてあると嬉しくなるよね。私もそれをやって渡されたらすごい嬉しいし。
人って本当にコーヒーの飲む量がすごいなって思う。だって1日に2回とか常連さんたち3回ぐらい戻ってきて買いに来る人とかいて、えこんなに飲むのって本当思うとか言いながら、私も働いてるとだいたい 2、3杯は飲んでるかな。自分のコーヒー早速用意してる。私はだいたいロングブラック飲むことが多いかな。ロングブラック飲まないときはフラットホワイトでオートミルクが好きで、それをいつも飲んでる。時間があるときはリットの上にメッセージ書いてお客さんに渡すことが結構多いかな。お客さんもそれで喜んでくれるし。なんかキョロキョロして探してるんだけど。この日はロックダウン3日目中の2日目で、もう本当にお客さん来なくて暇すぎて、何しようっていう感じだった。で暇すぎるってことで、ラテアートの練習でもしようかなって始めてます。
かなかラテアートやってるとこ撮るの難しくて全然映ってないこういうのってどっから撮ったらいいんだろう。やっぱ撮ってもらうべきなのかな。店内は本当おしゃれで超かわいい。てな感じで、これがバリスタとしての私の一日でした。 Thank you guys for watching. See you next time. Bye.